メズーザーとは、門中の意味。メズーザーとも、複数型はメズーゾーと。メズーザーは、ヘブライ語で次のことを意味する、トーラーの三つワーによって、ヘブライ語の名国文を記した、羊皮脂それを入れた箱それを取り付けた、ドア、門、アーチの側柱、門中、ドージャンプメズーザーは613の三つワーの一つで、あり、ユダヤ人の家屋、シナゴーグに設置され、 また商業において使用される。蒸気の箇所の入り口側に斜めに取り付けられ、部屋に入るたびに手を当てて祈る。神明記録411時13分 -21 に由来する、礼拝文であるシェマー・イスラエールシェマー・イースレールを、記した、用品紙をケースに入れドアなどに取り付ける。この文章は、シャハリートで用いるデフィ、リーンに入っているものと、同一である。 棚ハは古代には羊皮紙に手書きで書かれており、メズーザー、テフィ、リーン、エステル記の羊皮紙もこの形態を引き継ぐものである。ケース上部にはシャッタイの頭文字であるシンシンの文字やダビデの星が記されている。結婚式、その他の場面において芸術的なメズーザーがよく送られる。ユダヤ教の礼拝はかなりの量になり、シャハリートでは アミーダーとアーレーヌーの前に神明記が読まれるが、その中でこれらメズーザーとテフィリーンに関する箇所に触れられる。これらの毎日3回の祈りは哲学性には欠けるが相当な量になる。ありがとうございます。